新聞ですって？駅馬車はもう長らく来ておりませんの。代価が安いし人手が足りないからと、まるで他人の舌をも自分の腹に収めようとする農民のように貪欲で、この町で有り余っているものといえば煙と風見鶏くらいですわ。以前この家を出た時は1年間も連絡をよこしてくれませんでしたのよ。それどころか今度はあんな害虫やる芸人がうじゃうじゃいるところに行くなんて。ああ女神様、どうかあの子をお守りください。せめてあの女のように目を奪われ追いやられるなんてことだけは。陛下から授かった勝敗、あんな銅の作り物に高値がつくと思います？それより去年の舞踏会、若い親衛隊が大勢参加したというのに、あの子ったら出会いの一つもなくて。ルート確認完了。着替え、地図、乗馬切符、紹介状、ガラス瓶、ビッグハンマー、小刀に紙製のものは巻けばいいわね。麻布は確か、あった。浪費師はもっと必要ね。変ね、どうしてこんなに文字が。私の原稿だわ。まるで野外で殴り書きしたかのような文字。紙の端の摩擦具合からしておそらく1年以上前のもの。1年前、あ、ミス・ベスミエルに頼まれてた旅行記ね。というより旅行メモかな。とにかく全部整理し終えたことだし、彼女に送ってあげないと。でもいつもならこういうことは絶対忘れないはずなのに、どうして。記録も数日間途切れてる。10月10日、10月16日、10月17日、10月17日、曇り。私たちは馬車を降り、代わりに農民に船を借りた。氷結していない海川を無事に渡るためだ。こうすればオムスクの北門を避けた城へのルートが見つかるかもしれない。東洋の旅人曰く、あそこは要塞のごとく警備が厳しいと。守衛は言い分と文書の異なる点を何一つ見逃さないそうだ。面倒を承知で遠回りするのは、慌ただしい出発の際に急場しのぎで作成した証明書が原因だ。こんな文書では厳格な守衛の目をごまかすなど到底不可能だろう。旅費を稼ぐため私は何度も遊説会を開いた。最後の開催地は確か海川の下流に新たにできた公園だ。助手が言うには、そこには巨大な堆積岩が連なり、その上は繁殖期のヨーロッパ植物が覆っているそうだ。これは17日の記録だ。その次の日、10月18日、
その日はあまり印象にない。エニセ、何か覚えてる？10月18日、覚えています。しばしの休憩の後、あなたは総督と面談をされました。彼は歴史研究を担う事務員を紹介し、測量士を派遣して。ああ、思い出した。まあ、どうでもいいことだし、次の日に移りましょう。わかりました。10月19日、晴れ。私は公園で正式に計画を発表した。論拠には昨日祭の伝説について私が知る範囲の内容を用いた。昨日祭ですか？アジアの土地崇拝に関する古代地質学的推測と失われたアルカナムの考察資料は見事に観客の興味を引いた。土地の崇拝は守護神の交代とともに変化するが、神願成就とされる東洋のアルカナムは旅商人の口頭伝承によってその存在を確かなものにされた。その真に迫る語りに出てくる主役たちは、思考の信念を持って答えを得ようと山を越え川を渡る。彼らはサドゥのごとく神の慈愛を求め、自身の願いが叶えられる日を待っていた。しかし、彼らの痕跡が消えても神が現れることはなかった。だが彼のから蘇った豊かな大地から見る神願成就は確かに有効なアルカナムと言えるだろう。彼らは非常に信仰深い。まるで過酷低地を調査し、その土壌が産地のものとは全く異なると定義づける地質学者のような確かな口ぶりだ。そう、実際に堆積岩に触れたことがないからといってそれが存在しないと定義づけてはならない。ミス・ベスミエル、その例えは？ん？何か問題が？下流の堆積岩は検証可能ですが、失われたアルカナムはそうもいきませんよね。だからこそ、自ら探し求めに行くのよ。失礼。彼女の言う通り、確かにそろそろ何かを発見すべきですね。でなければここ数日雨宿りに費やした時間が無駄になってしまうのでは？え？外をご覧なさい。雨が止んでる。気づいていないふりなど、しらじらしい。一体いつまで待たれるつもりですか？ハゲワシに皮と骨にされるまでですかね？心配には及びません、ミスター・クロリク。ハゲワシは腐肉を食らう生き物。彼らがずっとあそこで旋回する理由も我々ではなく、おそらく強風で命を落とした小動物を探すためでしょう。ならば一体何を待つ必要があるのです？道を急ぎたいのなら
直接そう提案すればいいじゃないですか。団体は常に話し合いながら動くわけで、私たちがわざと先延ばしにしているわけではありません。ですからもう前進すべきだと言っているのですよ。わかりました。ではこれまで通り今後の方針を出した後、全員で投票を。いいえ、投票と討論の必要はありません。はい。僕たちは前進するのではなく戻るのです。それしかありません。ちなみにこれは僕だけの提案ではありませんよ。東洋の伝説も昨日祭も心願成就とかいうアルカナムも、どれをとっても命より大事なものではありません。次また同じことが起こらないとは限りませんよね。その時もし責任がなかったらどうなると思います？次に転がってる死体は僕たちになるでしょうね。わかりました。これまでの出来事を考慮すれば、確かに合理的な要求です。